夏が非常に高温になってきているというのが一つと、夏から秋にかけて雨が非常にその降れば土砂降りって感じで局所的で強くなっております。昔ほどではないんですが、ずっと50年スパンでこう天気予報の数字とかを眺めますと、若干ずつ増えてきてます。農水省が発表されたように、収量が大きく減るような状況ではなくて、やっぱり日照りに不作なしという言葉があるように、この高温は日射量の増加とともに収量にはプラスにまだ働いているような状況です。ただしです、あまりにも暑すぎるとお米が白濁してしまいますので、そういう面では品質の低下、味の低下っていうことにつながっているんじゃないかと思います。極端な場合、さらに風を伴うような場合は、稲自体が倒れてしまって、米粒こう灰の部分から芽が出てしまうんですよね。倒れたら非常に刈りにくくて収穫皆無になる可能性もあるし、枯れたとしてもそういうものになるということで、倒れない、倒さないっていうのがまた非常にこう重要に、栽培上重要になってきているところです。あまりにも高温に遭うと、粒にこう米粒が実らないこと、不稔になるっていう事態も、全国各地で今報告されてます。特に南の方で、で品種間差もあるということが分かってきているので、高温耐性品種として具備する要件の一つに、白濁しない、高温不燃が生じない、もう一つ最後の最後に割れるんです。米粒が穂が出てしばらく厚くて、なおかつ収穫の時に乾いたり雨降って濡れたり繰り返すと割れてしまうんですよ、米粒が。割れてしまうと、これがまた業者が一番嫌うところであって、ですので、今後我々が、私が育成者として、このまま仕事をするなら、目指すべきは高温不燃にならない、白濁しない、割れない、この3つ3拍子揃った品種、最強の品種を作っていくべきだとまずは考えてます。大きな3つの特徴を持ってます。1つは、穂が出てから高温にやってもお米が白く濁る、白濁しない特徴があります。27度以上、試験したのは30度以上になっても極めて白濁が少ないということで、高温でも品質が良いという特徴が1つあります。背丈が短くて雨風に強くて、倒れにくい。夫婦の方が15センチほど短くなっております。生産者がこだけの違いなんですけど、非常に作りやすいという評価をいただいております。いもち病に強いということです。被害面積は病害の中ではトップです。富山県ではほとんど出てません。今の気象変動激しい中で、そういうことも起こりうるとすれば、それに対する強さも、生まれながらにして持っていると、強いというような品種になります。稲の体が小さいので、肥料自体がコシヒカリに比べて2割削減して作ってもらってます。で、病気にも生まれながらに強いんで、農薬も3割削減されてます。収量、品質、食味のバランスが最も優れたのが2割減
ですので、まあ、そういう作り方を推奨しています。全く新しい品種なので栽培方法が指導できなかったんです。種とともに栽培技術を伝えるということが大変重要だと思いまして、マニュアルを作りました。で、合わせてそのマニュアルを持っていろんな人が普及員が生産者のところに行ってこうやって作ってくださいねっていうことで作り方っていうのをお伝えしたところになります。生産者登録制なんです。特農家さんに作ってもらえるように、しかもこういう作り方で納得していただける方に作ってもらうというやり方を進めました。最初は肝心で、やっぱり僕らが示した通りの作り方をしないと、品質が落ちたり収量が減ったりするっていうのをやっと理解していただけて実践していただけるようになりましたね。和製品種、中手品種、晩製品種で、例えば和製品種でしたら平成15年に天高く、中手のふふふ29年デビューですね。で、平成19年には、てんこ盛りと晩製のてんこ盛りという品種を作り、県オリジナル品種を世に出しました。和製、中手、晩製すべて揃えたことになります。さっき分散は非常に危険分散という意味で重要だと思いますね。理想を言えば、早い和製の品種、中手の品種、晩製の品種、2対6対2っていうのが理想です。その真ん中の6、中手の6というのはほぼ今までコシヒカリでありました。で、コシヒカリ根強いのでそういう目標を持ちながらも現状は1対8対1です、かなりまだコシヒカリにシフトしてて、高温に強い品種も導入してきたのにもうコシヒカリ神話にもう崩せてないようなところではありますね。生産者の方もさっき分散は大事だと思ってるんですが、どうしてもコシヒカリのネームバリューに負けてしまってるような状況であります。で、育種家の思いとしてはもうコシヒカリ全部置き換えってぐらいの気持ちではいるんですけど、そこら辺はいやコシヒカリに根強いファンもいらっしゃいますし、その辺はどう変わっていくのかしばらく様子を見てからだと思います。今のところ1000ヘクタールです、1000ヘクタールちょっと超えとるところですね。富山県は日本列島のへその位置に位置しておりまして、南の方から上がってくるとすれば、西南団地、九州、四国、中国地方の品種なり栽培様式なりをちょっと研究していいものは取り入れていきたいと。一つが栽培方法で言えば二期作になるかと思いますので、そういう面もしっかり考えていかなくちゃならないなと思っているところです。雨が降る量、降水量も減ってきている中で、今後ますますそうなった場合に水稲ではなくて陸稲も復活する可能性もあるんじゃないかなっていうことは考えてます。陸稲っておかぼって呼ばれてるものなんですけど、畑で稲を作る、今でも茨城県とかでは餅品種ですけどおかぼ栽培がされてます。陸稲栽培がされてます。そういうことにも、目を向けていかなくちゃならないのかなと考えております。富山県の2倍の面積の米がいらなくなるんです。で、これはどん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 進んでいくと思います。そのような中であまり県にこだわらずに、そのもう少しボーダーレスでいろんなところと協力しながら効率的に品種育成を進めていく時期に来ているんじゃないかなと考えているところになります。
栽培の方法は、まあ、変わるには変わっていくべきなんですけども、気候変動よりも、高齢化の方がプレッシャーは大きいですね今。そういうところをしっかりこう見ながらやっていくべきかなと思ってます。品種で解決するところはできるところはなるだけ品種で解決していきたいと思ってます。夫婦が、まあ、ゴールとは思ってません。一旦こう夫婦が世に出ました。で生産者の評価、消費者の評価を得つつ、改良できるところをピンポイントで改良するやり方を身につけてますので、せっかくネームブランドを立ち上げたこれを生かして、それを一点改良で同じ名前で出していける、マイナーチェンジですね。そういう機種を今進めております。